私も胸なくなってもいいから、うん、もうとりあえず手術受けたいんだっていうふうに、思いましたね。先生いつまで抗がん剤治療じゃやるんですかって言った時に、まあ、井出さんのね体が、まあ、持ちこたえられるまで抗がん剤治療をやるんです。井出さんは乳がんを発症されたということなんですけれども、はい、検診はお受けになっていらっしゃったんですかね。あ、はい、検診は30歳過ぎてから、まあ、子宮頸がんと乳がんともに1年に1度その割合でしておりましたね、はい、乳がんはその検診で発見された感じですか、はい、それとも何か、はい、実はその検診では発見されなくてですね、異常なしっていうふうに言われて、子宮頸がん、乳がんともに異常なしっていうことだったので、不妊治療をしてたんですけども、問題ないってことで安心して体外受精に挑んだっていうような経緯があって、結果ですね、乳がんっていうのは自分が発見した。実際にどういう感じの異変に気がつかれたんですかね。朝こう起きて、右胸に硬いものにこう触れたっていう感じで、たまたま触ったらって感じですか。こう触ってて、あれすごい硬いものがあるなっていうふうにまず思って、ただその時に不妊治療していて、体外受精で、排卵誘発剤とかを打ってたので、その影響で胸にしこりがこうできたのかなとか、その時は、あまり知識もなかったんで、軽い気持ちで考えていたんですよね。たまたま触ってみたらちょっと硬いところがあったと、はい、実際に受診された感じなんですね。その発見してから1週間ぐらいは様子見ましたね。行くか行かないか。5ヶ月ぐらい前に検診を受けたばっかりだったので、その時に、エコーも受けたし、自分の中ではがんじゃないと思ってたので、しこりってビー玉とかに例えられますけども、ビー玉みたいな硬さで痛くもなかったので、心配になって、近くの乳腺クリニックに受診しに行きました。なるほど。受診してどの検査をされた感じですかね。マンモグラフィーとエコーの2つをやりましたね。その検査を2つした時点で、乳腺クリニックの医師の方が、僕の経験上ほぼほぼ乳がんである可能性が高いので、もう組織検査をこの場でやっちゃいましょうっていうふうに言われて、生検をしました、その時に、結果が乳がんだったと。そうですね、はい、ご病気の乳がんですよって言われた時はどういう感じがしました。最初はクリニックでそのマンモエコーを受けた時に、ほぼほぼ乳がんですよって言われて、がんだっていうふうに自分は思わなかったので、10日後乳がんですよっていう告知を受けた時には、間違いなんじゃないかっていう、まずどっちかというと驚き、5ヶ月前に検診受けたのに、こんな突然乳がんって言われて、身内にも乳がんのものがいなかったので、嘘でしょっていう方が大きかったですね。予想外だなっていう感じ、そうですね、本当に。病名を告知された時って、お一人を気になったんですか。検査結果は、家族の方と、できれば来てくださいっていうふうに言われていたので、夫と一緒に行きました、ご家族の方の反応ってどうでした。私の夫の方も、もう私と同じく信じられないというか、何かの間違いなんじゃないかって、夫の方がね、動揺してたんじゃないかなとは思いますね。実際にそうすると、発見されたタイミングがちょうどホルモンの治療とかをされてた時期ってことですね。乳がんって今ねおっしゃったように、ご家族にもいらっしゃらないし、通常は少し上の年代でなる方が多いので、まさか自分がっていう、感じがあったと思うんですよね。特に今おっしゃったように初期症状って、しこりでお気づきになったってことなので、ほとんどの方がしこりを発見して受診される方が多いんですよね。実際にホルモン治療中だったってことで、ご自身のホルモンの働きで胸が硬くなったりすることもあるし、ホルモンのお薬でしこりと似たような状態が出てくることなので、確かに紛らわしいっていうのがね、ホルモン治療中起こることがありますね。その辺もなかなか判断が難しい場合もあるかもしれないしね。ご家族にいらっしゃる方は少し危険が高くなるので、ご家族に逆にいらっしゃらないと安心している方も結構いらっしゃるかなと思いますね。でもちゃんとしっかりね、検診をしていらっしゃったっていうのは、ある程度意識を持ってたんでね、ご自身で気がつくことができたっていうのも逆にあるかもしれないですね。ただこんなに検診を受けてたのに、逆になんでこんな、そうですね、気づかれなかった、気づかれなかったって言い方は悪いですけど、そこ
は、うん、今も悔しい思いが、まあ、通常検診の頻度って、まあ、前回問題ないですよっていう時は1年に1回で OK ですよっていう、まあ、次のおすすめすることが多いんですけれども、一般にはね、乳がんってそれほど進行が早くなるのが多いんですね、うん、一部の乳がんは特にまあ年齢が若い方で、うん、今はご存知かもしれないんですけど、うん、乳がんもいろんなキャラクターがあって、その中でちょっと早いタイプがあったり、あるいは数年置いといてもあまり変わらない乳がんがあったり、うん、実は様々で、その辺は一概に言えないところもあるんですよね、うん、ひょっとしたらなので、5ヶ月前の時は、うん、本当に何も見えないの状態があって、うん、急激に出てくる状態になってきたかもしれないし、うん、ホルモンの治療中ってホルモンに反応する乳がんの場合は、うん、それがちょっと成長を、ね、促す場合もあるので、うん、検診の時って超音波検査をされてた感じですか？あ、そうです、超音波検査ですね、うん、乳房の検査って、うん、マンモグラフィー、ね、うん、胸を挟む検査があったり、はい、場合によってはすごくこう年齢が若くてマンモや超音波で分かりにくい方は MR 検査があったり、いろんな画像の検査の情報を組み合わせてやっと分かるっていう場合もあるので、うん、ご本人は悔しい面があると思いますよね。そうですね、うん、確定診断が出て、うん、これから治療っていうところで最終的な診断としてはどういう状況っていう診断になったんでしょうかね。私の場合、まあ、乳腺クリニックから、うん、あの大きい大学病院に、うん、はいはい、まず行って、うん、でそこでまた、うん、診察を受けで、うん、右脇の下にも、うん、まあ、しこりがあると、うん、あの超音波の結果、うん、でそれも細胞診をやりましょうっていうところで、うん、がんの転移ですと、うん、なのでステージ2B っていう診断を最初は、まあ、受けたんですけれども、うん、まあ、実はいろいろそこから紆余曲折あって、うん、実はステージ4だったっていうのが後ほど分かるっていう、うんうん、実際にどのあたりに問題があったんですか？まずは最初見つかったのが胸椎で、うん、そこから、うん、まあ、頭蓋骨、うん、ここら辺の、左の下ですかね、うん、にあるっていうのが分かったんですけれど、それが何かこう痛みがあってっていうよりは、まあ、全身検査でもやりましょうねっていうことで検査されてって感じですか？そうですね、骨神経検査で分かったっていう感じなんですね、うんうん、なるほど。骨転移が分かったのは乳房の手術前、はい、後ですか？手術前ですね。なるほど、はい、術前にいろんな、じゃあ全身検査をしましょうってことで、はい、骨の検査もして、うん、で術前の最終的なステージ判定としてはこうですねって言ったと。はい、その前に、まあ、不妊治療してたんで、はいはいはい、先生が妊孕性っていうのを、うんうん、まあ、重視していただいて、うん、はい、術前の私は抗がん剤治療を、うんうん、進められたんですね、うん、進められたんですけども、うんうん、その治療する前に、うん、受精卵を凍結、うん、凍結しておきましょうと、うん、はい、うん、準備をされたんですね、はい、なるほど、うん、と妊孕性の温存の治療をやって、うん、それから全身検索も並行してやったとか。まずは先に受精卵を保存して、うん、本当はね1ヶ月ぐらいで終えるつもりだったのが、うん、やっぱりうまいこと受精卵もタイミングもある、ね、タイミングがあって、はい、なんか1回目の時は採卵見逃されて、で2回目で受精卵いくつか凍結ができて、うん、でいざじゃあ抗がん剤治療を進めます、うん、やりますっていう時にいろいろ骨神経だったり CT だったり、その段階で受けたんですよね、うん、そしたら他の問題も明らかになってきた。そうです、そうです、まあ、その時に、うん、まあ、受精卵凍結するので、まあ、当然ね、まあ、排卵誘発剤を多少なりとも使うですね、使うじゃないですか、うん、もちろん乳がんって、うん、まあ、伝えてるので、うん、大量には使わないように先生もいろいろ考慮していただいたと思うんですけど、うん、まあ、それがステージ4まで行っちゃった、うん、部分もあるのか、まあ、それとももともとステージ4だったのかっていうところは、うん、振り返ってみてどのタイミングで全身計測がっていうのが、まあ、いろいろ考えるところもあるかもしれないですよね、うん、確かに妊娠性の温存ってタイミングが大事なので、うん、準備が整った後に残りの検査をやったっていう感じになった。ね、うん、CT を受けると一応こう被曝もあるしね、それがあって、うん、多分受精卵を凍結するという、まあ、妊孕性を重視、まあ、温存するっていうことであれば、受精卵を先にしたっていう、うん、超音波は被曝がないんですけど、うん、マンモグラフィーとか、うん、あとは CT は一番やっぱり被曝が多いし、うん、さっきおっしゃってた骨の検査のシンチグラフィーはすごく被曝が多い検査なんですね。 あとペットもとっても被曝が多い検査なので、うん、卵巣や卵子にダメージを与えたくないっていう時は、うん、いろいろ順番をやっぱり考えなきゃいけない時もありますよね。
ガンと告知されて、まあ、本当に短い期間の中で、あれをしなければいけない、これもしなければいけないっていう、正しいですよね。そうそう、なんか今思うと自分でもよくやったなって本当ですよね思います。どこを先にやったらいいかっていうのは、うん、絶対の正解を持っていませんから、うん、その方が何を優先するかっていうことで選択肢を、うん、こう順番を変えたりするのでね、うん、子供が欲しいっていうのがやっぱあったんで、うん、その時の不妊治療中だったとすると、うん、やっぱりそれが多分一番大事優先に、うん、おそらく頭の中にあったと思いますから、うん、まあ、もちろんそれは間違った選択肢は、うん、その時はなかったと思うんですね、うん、誰が一番ですとは、うん、あの断定はしてくれないと思いますから。そうですよね、それが逆に本当に何が正解かというのがないから、ね、まあ、自分を信じるしかないというか、はい、まあ、その方が何を優先してるかわからないと正しくあの、うん、お話をすることができないので、本当にその人にフィットするお話ができているのか悩む時もあるんですけれども、うん、難しいですよね。もともとは、うん、まあ、抗がん剤治療8クールの予定で、うん、その後、まあ、手術っていう予定だったんですね、うんうん、でそれが、うん、もう遠隔転移していると手術はできないんですと、うん、薬物療法で叩くしか方法がなくて、施術まで抗がん剤治療じゃやるんですかって言った時に、まあ、井出さんのね体が、まあ、持ちこたえられるまで抗がん剤治療をやるんですと、やらなきゃいけないんですよって言われて、でその時の方がもうすごくその最初のがんですよって言われたことよりベステージよ、かつこの抗がん剤治療を無期限にやらなきゃいけないのっていう、そのショックの方が大きくて、皆さんいろいろ全摘手術されてたりとか、まあ、そういうので、ね、胸がなくなって辛い思いをされてる患者さんもいらっしゃると思うんですけれども、うん、いや私はもうね、もう命に代えられるものはないから、うん、自分の胸がねなくなってるのもいいから、もう手術できる方が、もう辛い抗がん剤治療をするよりは、うん、もう手術でも胸取ってくれた方がいいやって思って、うん、そっちの方がね全然幸せだなって思っていたんですよね。そうですよね、治療のね、うん、頑張ってる途中での治療方針の変わってきたっていうのは、うん、なかなか受け入れられないものもあるかもしれないし、辛いですからね、うん、これをエンドレスなのかなって思うと、うん、肌が、まあ、ボロボロになって、やっぱり自分の嫌なところを隠そうと思うほど嫌でしたし、うん、